はい、おはず、こんにちは。ちょっと今回東京マルイのエイブラムスをね、実家から発掘してちょっと試運転してます。思いのほか優秀なんですよね。ただボタン式なんでちょっとカクカクしちゃいますけど、結構優秀なんですよね。ちょっと待ってください。操作が難しい。むずい。操作がむずい。たまちゃんはずっと見ている。なんかこれちょっとやってたらね、近づいてきたんで、見たいのかなみたいな。怖いっていう感じじゃなさそうですね、たまちゃん的には。このね、すげえ速いです。全速にするとすげえ速い。落っこっちゃうとやばい。このキャタンとこもちゃんとサスペンションになってんすよね。イチジクイチジク、あ、こうなっちゃうとやばい。脱輪しちゃうと、ほら車輪が一個一個、あれ動かなくなった。ちょっと接触が、あとこっちの電池も20年前の電池なんで注文しました。あの9ボルト電池でこんな感じになってます。本当は BB 弾がこれで発射できるんですけど、あと旋回と砲塔上下、あと左右と、一応3段階あるんですけど、もうちょいゆっくりのが欲しいですよね。急加速しちゃうんで。ということで、たまちゃん東京マルイのイブラムスの紹介でした。なかなかこれは遊べそうですね。お楽しみに。以上。